はようからこんにちは、こんにちは、こんばんは、こんばんは、おはよう、どうも、ネズミちゃん。やくんと申します。ゆかぼちゃだわさ。よいしょ、はるです。あ、そうだよ、おかしい声ましたけど、はい、はい、こんネズミです。やくんです。ゆかぼちゃ、はる。そして、しゅうかりしょう。おお、いらっしゃいませ。お願いします。よろしくお願いします。ということで、今回はちょっと特殊なゲームをやりたいと思います。はい、こちらはですね、私の前の職場の人が考えたゲームになるんですけども、頭取りゲーム。よっよっ。皆さん、しりとりは知ってるでしょうか。しりとりね、大抵の人はね、うん、まあ、知らない人もいるかもしれないですけど、しりとり、まあ、普通はケツの文字を、あんまケツとか言わんよあれケツ、すごい人でしょ。ケツの文字を頭に持ってきて言葉をつなげるっていうゲームなんですけど、頭取りゲームはこの、まずしりとりのし、頭の字を次の文字のケツに、あ、ちょっと見えてないですよ、あれケツに持ってくるというゲーム。例えばしを次に持ってくるとしたら何がある？かかし、かかしね、かかしとか汚い字かかしとか。そしたら次の人がかをケツに持ってくる言葉を考える。はい、何がありますか？明日か。明日か、むずそんな、この明日か、明日かこうじゃん。おー、これね、明日か。お米の、でこういうのをどんどん続けていくと、あで終わるやつ、そう、あで終わるやつを見つけていくっていうゲームなんですけど、なるほど、ちょっと難しいと。これ頭を使います。頭がちょっといつもと違うから本柄で、そう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 、しりとりの原理で考えちゃうんでっていうのを逆手に取ったゲームなんですけど、はい、こちらなぜスマホを5つ用意したかと言いますと、1人持ち時間1分になりまして、自分が答える番、まあ、考えるわけですよ。その間に時間がどんどん過ぎていくと、自分の持ち時間1分が過ぎていくと、これがなくなった人から脱落となっていきます。将棋と同じなんですよ。なんでこれがコネズミ、これがハル、これがキナキナです、これがユーカユーカ、これがシュガリ、シュガシュガ、みんな持ち時間1分でやっていきます。はい、ルールは大丈夫ですか？はい、はい、じゃあじゃんけんしていきましょう。はい、はい、入ってます。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こでしょ、はい、こでしょ、はい、こじゃないな、はい、こじゃないな、えぇ、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、お、お、ゆうかゆうか、ゆうかゆうか、どっち回りがいいですか？時計回りで、時計回りで、聞くんだね。カボユーから頭取りのアじゃない、カボユーはもう最初言うだけやから、うん、でキー君から始まるって感じ。じゃあ俺あれか、言われた瞬間に押せるようにしようかな。 それではもう考えた、むずっ、お題考えた、まだ言わないでね。あれだって言った、あれだって言った、もう考えちゃうから。さあ行くぞ、いきますか、うん、では頭取りゲームスタート。マイクラ、え、むずいな車、バイク、お、え、あ、むずい、ば、歯でもいい、歯でもいい、自分
無理だ。はなるほどね。カップ。おお。アシカ。おお。ロシア。おお。になっちゃう。カンボジア。おお。シカ。寿司。お。す。す。すす。スイス。上に持ってってください。そしたら俺からまた行く。はい、はい、いきます。コリア。ラッコ。コアラ。コ。コ。うわあ、わかんな。うわーい。じゃあ俺がまた。無理だ。しゃあ、もう当てめえやん。無理だよ。よっしゃ、何回俺ああ回ってきたと思ってんのよ。